まずは明日朝の段階での気圧配置ですが、こちらになります。現在日本海にある低気圧、これが接近してくるといった状況なんですけども、でこの低気圧なんですが、一緒に上空に冷たい空気、これも一緒に連れてくるんですね。そうなることによって大気の状態が不安定となります。で、はい、この低気圧は夜にかけて北海道を西から東に移動していくといった状況となるので、このエリアではちょっとこうシビアな現象、これが起きやすくなるかなといった感じになりそうですね。はい、で、こちらの方は降水の状況、今夜21時からなんですが、こちら見ていくとですね、北海道の主に胆振地方ですね、緑色のところがありますけれども、ここは強く降るタイミング、今夜からまず明日の朝にかけてというところです。まあ、それ以降も1日を通じて北海道内は特に太平洋側の方で降りやすい状況が続くという形となるわけなんですけれども、はい、で今回ですね、このシミュレーションでこのような形で、出てはいるんですが、上空の寒気の様子、ちょっとこちら見てみましょうか。これが明日の午前9時の状態の寒気の様子なんですが、これ画面左側の方、はい、一番寒気の強いところがちょうどここなんですが、比較的コンパクトにまとまってるんですね。なのでこういったような時っていうのは、近づいてくると急激に天気が変化するということもあるので、北海道の方はですね、はい、天気の急変というところについても十分注意をしてください。はい、でまた全般的に風の方は強まっていることもあるので、それも十分注意という形となりそうですね。はい、では今後も天気の急変や雨の強まり、お気をつけいただければと思います。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。